今日はサブウェイを食べます。ここに行くまでの時間があるわけだし、私二度寝が好きだったら結構的にはよくないけど、幸福感は得られるわけじゃん。だから何度でもできちゃうじゃん。それが嬉しくて。まあいっか、まあいっか、20分もしないけど。あ、ありがとうございます。トスとかハートとかいろいろ3時前ぐらいに飲んで、メイクを変えました。最近ピンクになりました。顔がピンクになりましたとは。7時半かな、半ぐらいにまた起きて、やっほー、やっと心に入った。今月は3ショールームしようと思ったんだけど、ドライヤーは大迷惑だと思って入りたかったんだけど、メイク起きちゃったから。なんかメイク変えたらちょっと遅いのよ。ちょっと迷惑かな。それはそこはちょっとやめといた。編み込みの前提じゃない。しない感想はできれば嫌だから。珍しいよ、こんな可愛い髪型するの。だから綺麗な状態。珍しいよ、アイラインですか？いや、わかんない。何が違うかわかんない。あ、クマありがとうございます。部屋着てない気が。TikTok をね、頑張って撮ったんですけど、もう10回ぐらい踊れなくて。地元のままで。あ、今日は来てくださってありがとうございます。で、その学校行くまでの時間と、学校着くまでの時間もっと仲良くなりたいですよね。もちろんです。誰かメンバーに。そうだよ。さっきからみんな、なんか今日みんな入ってません？あと自分の準備のって思った。なんか今日たくさん皆さん入ってるイメージ。私はあの夜に準備するので、明日の準備したんです。あんちゃんね、昇格おめでとう。チーだって。ありがとう。両サイドにノンココがいる。ねえ、こっちのスマホが役に立たないじゃん。めっちゃピンポンの音する。卓球場ぐらいピンポンの音する。ショック、このスマホ使えないの。フィルムカメラ入ってる。あ、そうだ、 Wi-Fi も何もないから何もできない。このスマホ写真しか見れない。でもね、やばいのよ。私学校まで何分だって言わないし、バリバリなんですけど365分。最近のさ、あ、待って、何にすればいい。これでいいか。お気に入り1600円ですけど、なんか見えないな。7万2000枚入ってるの、なんか iCloud を共有しちゃったから。こんないらないよ。頑張って、一旦起きるけど。今ショック受けて。その時まで待ってね。でも、このスマホ別に使わないからいいんですけど。何の話しようか。何も考えずに来ちゃった。でも多分、Google フォトにはもっと入ってるんですよ。なんかGoogleフォトさ、毎月いくらか課金をして、めっちゃ容量増やしたんです。100ギガぐらい、まあ、それもパンパンになっちゃって、なんかちょっとショックショックですねって言って。そんなショックじゃないかも。これ以上下がんないんだよな。なんかクラクラグラグラグラ離れればいいのか、私が。こんにちは。いやー、24なのか、いや、なんか別に映し替えてるんですけど、消せなくて、まあ、消す必要もなくて、なんかいいかなと思って。パソコンにもありますよ、私 iCloud。 パソコンも繋がってるから、パソコンにも保存されるんですけど、まあいいかなみたいな。心の綺麗な人にはね、iPad にも入ってます。動画とかは iPad に移行してあるから、ないはず、ないはず。載せてない写真なんて対応もありますけど、まあ、載せませんよね、そんな簡単には。昨日の声見てきたはずになりました。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今左腕と左足が少し前から痛めてるので、ずっと右手でマイクほぼ持ってるんですけど、まあ誤差だと思っててください。
でも私フリブリとかはすぐ消しちゃう。あの別に動画いらないじゃん。気になってないなら誤差だと思ってください。多分誤差です。この前いとこに会いに行ったんですよ。その動画とかもある。おもろい。いや全然筋肉痛とかではない。筋肉痛にはなってない。なんだろうね。霞が待ち人のリハしてる時の動画とか。なんだこれは。あ、誰の誕生日だこれは。あーこれお見送りね。いつかのやつ。なんか高校生の時のやつとか、なんか全部ありますね。こんにちは。何時まで終了にしよう。全然何を送っていただいても嬉しいです。とても嬉しいですし、とてもありがたく保存してたりしております。なんか高校生って若いね。こんなの撮ったっけって動画は別にそんなにないかも。なんかテーピングの巻き方の動画とかあるとおもろ。逆再生するようなね。いいとこが傘持ってる動画とかもある。おもろい。あとあれ韓国フリクラ撮った時の韓国動画で撮った時のやつとか。髪型変えちゃうよ。お布団から出れません。ハギに行ってあげようか。私がもらっとくから。じゃあ私のアンダーとして出てもらって。毎回先に踊ってるから行けるっしょ。番号だけ頑張って今度ツインテールね。うん、最強ツインテール踊ればよかったんだ。何も考えてなかった。おもろい。すいません、またいつか踊ります。だって好きでしょ。流行っててさ、スーパーにたまにしか置いてないやつと、そんな感じ。いつも大好きだったグミ置いてあったらどっちか痛い。ドッキーさんに言っていただいた髪型はね、あと何とかあるんですけど、まあそれは別の機会にしようと思います。ちょっと夜はとある髪型をしようと思いました。タクラゲちゃんはしません。なんか椅子あんのになんかイヤホン振り回してる女来たんだけど、どうする。ちょっと待って、怖いかも。まだ食べてないよね。全然食べてないよ。やばい、なんかずっとこんな、なんかイヤホンのこうやって振り回しながらエリコが来た。帰ってったけど、おもろい。お下がりの服は、次のオンラインかな。次のオンラインとその次のシングルの握手会が、握手会とかオンライン話し会があれば、その時にもう一着着ようかなと思って。半袖と長袖セットアップだったからって感じです。セットアップもさ、セットアップって別でも着れるじゃん。とても嬉しい。マイク右に見せちゃったからさ、雑巾絞りしたい。ゴールデンウィークは別にどこも行きません。もうしないのかもしれない。あの波動します。お台場、お台場、お台場。あとあの E のホール、ファンミでね。あとは公園とかあるのかな。どうなんだろうね。もしかしたら劇場にも行きますし。あ、でももし、あ、でも休みあったら、ご飯食べに行きます。食べに行かないかも。2日ぐらいかな、私は。アンコールも払われるのかな。だいたい服ってそんなに気にならないんじゃない。マユさんは知りません、私も。あれじゃない、送り返してんじゃない。ビバース送りな、みんな本人に。私に聞いてもわからないかも。夜公演入ります。待ってます。コラしました、ありがとうございます。なんての中のイケメンが出ちゃってるって。やだ、イケメンだって。ココが鳴らしてるエアーで。意外と泣いちゃうタイプ知らないから。
もう4回ぐらい聴いてるよ。ムサの話だっても絶対ずる好きだし、あのアニメとかも好きだから3押しをしたことある。え、でもしかも北海道行って聖地巡礼もしたいし、このグループだけで、しかもそのグループだけ、なおかつこの子だけになるっていうのはやったことない。ペース悪い。うわ、めっちゃそんなになの。さっきすごかったってこと。お昼の時すごかったかも。なんかみたいな感じだった。一人はない、ね、ないです。なんかその一個のゴンチャは来週ぐらい、来週っていうか5日 ?4 日後ぐらいに新作が出るので飲みます。だからすごいなって。大体新作は飲んでます、好きだから。そしたらなんかカードポイントカードがあるんですけど、なんかそれ貯めすぎちゃって友達に驚かれました。なんか3、4枚ぐらい貯めて、飲みすぎかもしれない。でも確かに雰囲気でもいいんです。動いてるから。あったらね、飲んだことない？まあいつか別にタピオカ嫌いだったらナタデココとか入れたらおすすめです。なんかね。ワンドリンクフリーになるんですけど、もうそれを今3個貯めてて、1個使ったのか最近、うん、浴びるほどは飲んでないかな。昔とおもろいかも。サブウェイ食べるかな。 YouTube を開いて一番目に出てくる動画が、ねえねえ、5時半じゃない？5時半だと思ってるんですけど合ってますか？私最近は何聞いてたんだ。いやえ、そう最近ね漫画を見てて、スマホでなんか毎日更新される漫画見てて、それを最近楽しみで生きてるんですけど、ちょっと iPad とスマホをね駆使して見てるんですよ。だからフェアリーテールの100年クエストね、家にいるときにしか iPad をさ持ち歩きたくないから、もうスマホで見てるんですけど、なんか iPad の方が遅く登録したから、なんか5分ぐらい見れるんですよ。だからもう今すぐ家に帰ってそれを見たい。え、どこから、え、どこまで読んだかね分かるんですよ、私覚えてるから、映像記憶して。そうなんです。だから今めっちゃ見たくて、でも漫画はなんか自分で、ま、買わなくて、最近っていうかあんまり買わないんですよね、漫画読むけど。一番はサビの途中の歌詞です。アニメを見るから、なんかアニメやるんですけど、フェアリーテール、なんかそれ待てなくて見ちゃって、リセイゼットで DVD 見ちゃって。でも映像記憶って頭いいらしいですよ。だから私頭いいかもしれない。でも逆に私も、ね、好きではあるけど人の名前覚えれないの。どうさん、でもマジで何回もあのもう、うざいほど名前言われると絶対忘れないんですけど、なんか顔の印象はさ、もう皆さんあるじゃないですか。皆さん全く同じ顔の人なんで、双子の方以外はないじゃん。だから、もう覚えれるんですけど、ね、名前ってさ、何百通りじゃん。それもちょっと似てるじゃん、大体。だから、ちょっと厳しい。皆さん、君の名は。わかんない、そうなのか。待って。わかんない。双子です。でもね、公園とか双子で来る方結構いますよ。なんか何公園かに1回は双子の方がいます。昨日もいた双子の人。親がマイケルだね。もうあだ名つけて覚えるとかの受験じゃないんだよね。なんか。だからあのめっちゃツイートにあのめっちゃリプしてくれてる人とかいたら、あのめっちゃそれで覚えてます。なんか名前名乗ってくださると、あれよく見るな名前と思ったら、あの X とかインスタをめっちゃあの序列はやっぱある、何言ってくれる人だあったりする。逆になんか毎回その名前を言ってくださって、あのオンラインとか司会を始めてくださる方の名前はあのもうね分かったです。
絶対に言われなくても分かってる時もあります。え、でもミドルネームならマキすいませんね、ちょっと記憶力がなんかちょっと欠如しております。あ、来た、やったね。ちょっとお昼来たんで、お昼です、私の。いや、覚えてるんですよ、だから覚えてるんですよ。だから、ね、誰だ、名前はって聞かれると逆にテンパっちゃう。髪の長さも好きだし、なんだろう、お弁当じゃないです、お弁当もとっくにあります。今日はサブウェイの話。私は自分で褒めるとしたらねえ、待って、名前クイズしてみるねとか思う。おお、私の話してた、この髪型で全然写真撮るの忘れちゃったそれもオープニングの写真さ、あの1枚しか撮ってないなんか急いでたらなんか撮れなかった。私照り焼きチキン、ありがとう、優しい子がおった。あとでポテト食べる嬉しい。ちょっとわからないだって、あーもういいわ、ひなちゃんが持ってきてくれた照り焼きチキンなんです。ラップのとこでしょ、夜の公園は違う、まあ、そんな感じですね。10分になったら終わろうかな、全部飲みしますよ。10分になったら終わろうかなと思って。私卵そんな好きじゃないから卵入ってないの食べてる。秋葉原のサブウェイは、あ、そういえば電子マネーしかダメだったわ、現金渡したのに申し訳ない。ポテト美味しいですよね、わかる。なんか何言ってるかあんま分かんないし、ちょっと最近あの何話したかも覚えてなくて、この前昨日の夜公演はカスミンが自己紹介してる時に、あれ私って昼カスミンって叫んだっけと思って、叫んでました。そう、卵は得意じゃないです。秋葉原のサブウェイはでも電子マネーとかのみじゃん、なのでビレバンに行ってください。私あれめっちゃ大好き。公演は忘れてないんですけど、あの MC 何言ったか覚えてない、大体。頑張ってるんで許してください。誤差だと思って。リングだった。不思議なことを言い出したら大丈夫。あ、ご公演目かって思ってください。現金使えないらしいです。どうも。ご公演目、でもね、あの別にそんな疲れないけど頭が回ってないんだと思う、多分。重そう、全然全部揃えなかった。ちょっと全部か、私の足が、帰っちゃうか、足の調子は別に変わりません、ね、何も変わらない。それはダメ、なんなら左腕の方が痛い。多分ちょっとなんか足首太いなとか思わないでください、思わないでくださいね。休息時間、そう買おうと思ったんだけど売ってなかった。どこに売ってる？なんか私全然見つけられない。この前も全然見つけられない。応援してるよ、ピンポン。頑張ってね、みんな。あのお財布に、お財布と相談してね。みんな無理しないでね。届いた。そうね。見守っててください、ぜひ。電子マネーってあれでパスモでいけるからね、みんなパスモにチャージしときな。11位がグーさん、グーさんありがとうございます。9位がシノさん、シノさんありがとうございます。8位がハンバーグドンペ。待って、ランキング読んでいいですか、急に。下のドンキにある、いや行けないから私、みんな代わりにあのどこにあるか教えて、本当に。9位がシノさん、シノさんありがとうございます。何分に始めたか覚えてないからさ、いける。行きまーす。13位タナさん、ありがとうございます。12位宮崎のおじちゃん、ありがとうございます。あ、そこ置いといてください。11位ヨウさん、ありがとうございます。
10位夏目さんありがとう。9位みゆきちゃんありがとうございます。8位ちゃんさんありがとうございます。7位ドラちゃんありがとうございます。6位にゃほそさんありがとうございます。5位ダオスさんありがとうございます。4位たけさんありがとうございます。3位こうさんありがとうございます。2位リュウ&ベベさんありがとうございます。そして1位ひろきさんありがとうございます。さて夜公演です、よろしくお願いします。なんか MC で話したいことあったらちょっとビワスに送ってください。ビワス送ってくれてる方、はい、ありがとうございました。またショールームします。サブウェイ食べます。ポテトも食べます。タピオカものタピオカじゃないな、ナサビココイの飲み物も飲みます。バイバイ、ありがとうございました。